ました。ホイヨンの時間です。今回は、前回の動画でのミスについて話していきたいと思います。前回の動画といえば、ソ連で補給を約 95% カットするプレイだったと思うが、どの辺に問題があったんだっけ？実は、補給を 95% はカットできておらず、正しくは約 82% カットだったんですよ。確かに、補給の割合減少はこの動画の中心だったし、80% 程度のものを 95% と言っていたら、問題あるよな。でも、なんで 10% も間違えてたんだ？動画内でもバフの内訳出してたし、間違えようがないと思うのだが。実は、そこには私も知らなかった、公式の仕掛けた罠があったのです。そういうことで、間違いの説明に移っていきましょう。現在、このような感じで物資消費マイナスがかかっている手段がいるのですが、この手段はどれだけ物資消費を減らせていますかね？なんだ？もしかしてバカにしているのか？こんなの、マイナス5とマイナス5って書いてあるんだから、マイナス 10% に決まっているじゃないか。確かに、そう書いてありますし、私もマイナス 10% だと思っていたのですが、元々の物資消費と、減らされた物資消費を見ると、どうなってますかね？元が1で後が 0.92 だから、8% 削減になってるな。そうなんです。実はここの表示って正しくなくて、減衰の分は半分になるので、7.5%、切り上げて 8% 削減になるのです。マジかよ、書いてあることすら信用できないゲームなのか。また、表示と実態が一致していないのは物資消費だけではありません。例えば、こちらの最大率案なんかも、30+2+2で 34% になりそうな気がしますが、実際には 33% になっています。まあ、こちらについては、上に最終的な値が書いてあるから、間違えにくいとは思うが、よく見てみるとおかしな表示になっているんだな。そういうことで、短いですが今回の動画はここまでです。みんなも、本当にバフやデバフが効いているのか、計算機片手にプレイしてみよう。最後までご視聴ありがとうございました。